はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。はいはい、まあ春場所とかさ、まあ、年末年始というか年始の1月ぐらいかに、まあね、大相撲があって、旦那さんはね、高安を応援しております。はいだからっていう話なんだけど、あのね、たまにね、見かけるんだよね、芸能人がね。この前、その今年に入ってからかな、勝俣さん、勝俣のかっちゃんがいて、たまにさ、赤とか、オレンジとか、発色のいいカーディガンというか、セーターというか、T シャツというか、そういうのを着てたりするじゃない。テレビなんかで。で、それは衣装だから着てるのかなと思ってたら、旦那さんが、見つけて、あ、買っちゃうんだっていう話をしてて。で、ボソッと言ったのが、買っちゃうってさ、普段もああいう衣装のまんまの服着てるんだねっていう話をしてて。まあ、よく見たらそうなのにね、その発色のいいというか、オレンジというか、うん。まあ、そういうイメージを壊さないように、まあ、着て、プライベートの服も着てるのかなとは思っちゃうんだけど、すごいなと思うし、あと、デヴィ夫人もいるよね。デヴィ夫人、本当に正面のところじゃなくて、本当に横のところだったりとかするし、横っていいのかな、あるし、あとね、これは旦那さんが見つけたりするのは、円楽さんを見たって言ってるね。まあ、確かに円楽さんらしき人もいたりとかしてて。で、なんだろう。やっぱりさ、芸能人じゃないけど、有名タレントさんでもないんだけど、一般の人で全然知らない人そうなんだけど、やっぱ衣装っていうか服もさ、奇抜な人がいたりとかするじゃん。その人が目に行っちゃってて、取り組みが、取り組みの方に目が行かないっていうか、そういうのになっちゃっててさ、びっくりする。びっくりするっていうかね。うん。着物着ている方で、本当にさ、どこの場所だったかな、名古屋場所かなんかで、テレビ見ていったりとかすると、その行事の隣にいるような感じの風に着て、いる女性がいて、多分、なんだろうな、スナックじゃないな、クラブみたいな感じのところのママさんみたいな感じで、いつもそこにいるのね。その場所、ずっと定位置に行ってて。で、応援してるっていうね。で、それね、旦那さんも気になってしょうがないで、クラブのママさんかなっていう話をしてて。うん。本当に定位置にそこにいてて、お客さんと一緒にいるのか、まあ、そういう、なんだろう、谷町じゃないけど、そういう割引じゃないけど、そういうので入っているのかわかんないし、まあ適当なことは言えないんだけどさ、うん。それとかね、本当に土俵に上がる前の、なんだろう、行事じゃないけど、塩とかさ、水とかあるところの、角のところに、まあ、お相撲さんがさ、次に出る方なのか、お相撲さんか、ね、いるじゃない。で、その時に、本当にさ、格好は本当に20代、30代ぐらいのギャルっぽい感じなんだけど、顔はね、本当にばあさんみたいな人がいて、
顔だけが浮き上がってて、浮き上がってるっていうのかな、合成っぽい感じの人がいてて、それ今年に入ってからか忘れたけど、かなりびっくりしちゃって、旦那さんに、あのばあさん知ってる？みたいな感じで言っちゃったもんね。なんか違和感ないって。なんか合成っぽいんだけど、私の目が変なのかなっていう話をしたんだけど、まあ大丈夫だったみたい。でもまあね、そういう人もいるよなぁとは思うよ。綺麗なね、服を着て、まあ、映りたいわけじゃないじゃん。ね、取り組みを見たいから、その服装を着て、綺麗にしてって言ったわけだけど、撮られてるっていうね、意識ないと思うんだよね。まあ、撮られるかもしれないねっていうのはあるかもしれないんだけど。皆さんどう思いでしょうかね。以上です。